でファンガラーの左に右に置く機会が増えてきました、うん、おー、イサニメ抜けてきま、うん、折り返しこぼれ球、荒木反応してますけども、さすが林だなと。一つ目の守備の後ですね、この後が早いですね。サイドを変えるボール、入れ替わった長戸、うん、振ってくるかな、引きつけて柔らかいボール、エベラウド、林、はい、長戸を持ってきましたけども、入れ替わった後ですね、一回見て、まだ運べると、ここからですね、このクロスですね、すごい狭い空間に、原太一拾う、おお、自分で行く、おお、ナイスカバーでしたね、小泉が出す体の向きから抜け出したんですが、よく小泉予測して、右のサイドバックです。三田が持ちます。サポート外側中村匠。ここも荒木よく戻りましたね。荒木が取り返しましたが、後ろから中村が行く。触れてなかった内田から三田、そしてリターンを内田受ける。中アダウィトンスプリントします。三田も来る。溜めて柔らかいボール。ナイスカバーした。長戸。ノート。抜いてきた原太一。コントロールフィニッシュ。うん、ナイスバ。左足、センターに土井がいます。柔らかいボール、エベラウド、こぼれた、流し込んで同点、見事です。まあ、揺さぶった時に高木の埋めたところから少し前に出たんですけども、まあ、それより早く鹿島側がことを起こしましたん で基本的にはエベラウドは少し左に流れる傾向にあるんですけども、しっかりセンターバックの三沢から内側、荒木が前を向く、足元、ファンガラーノ、逆転。時間も短くてスペースも小さいんですけども、まあ、止めてから打つまで非常に早かったなと。まあ、ここは長いボールからこう長戸が行ってるボールを拾ってるんですけど、まあ、そこの準備から素早く中盤に渡して、その時にはもう鹿島からすると位置関係取れてましたから、はい、東京も十分質は揃ってた。抜けてきました、右足、後ろから永井が行きます。犬飼、これは逃げられない、内側に原太一も入っていきます。粘りました小泉、ね、粘りましたね、強いな、おー、ワンツー、引きつけて正面、ファンガラーノ